待たせいたしました。ただいまから定例の知事記者会見を始めさせていただきます。最初に知事から話題提供を申し上げます。はい、お疲れ様でございます。下回しまして申し訳ございません。4月の12日となり、桜も散り、新緑が芽生える季節となりました。行く春を大見の里を染み切るということがぴったりな、情景、情感の滋賀県ではないでしょうか。今日はですね、私の方から大きく2点、情報提供、話題提供をさせていただきます。1点目はですね、お手元に、プレス資料が来てるんじゃないかなと思いますが、先週2度、フランス国との関わり合いがございました。1点目は滋賀県顧問をお務めいただいております長谷川優子さんがですね、フランス政府から芸術文化勲章シュバリエを叙勲されました。その叙勲式とレセプションパーティーがございまして、私もお招きいただき出席をさせていただきました。このシュバリエという勲章はですね、お手元の資料にもございますように、例えば詩人の大岡誠さんや宗教家の池田大作さん、また小説家の筒井康隆さん、歌舞伎役者であられます五代目坂東玉三郎さん、また歌舞伎役者の十一代目市川海老蔵さん、漫画家の松本零士さんはじめですね、多彩な有名な国民の方が叙勲されているものであり、大変滋賀県としても名誉なことと存じます。なおそのまでもですね、新生美術館で、仏教美術並びに現代近代美術、さらにはアルブルッド、3つの花束を融合した新しい領域の美術館建設中であることをですね、私からも、これは公式なマイクではないんですけれども、懇談等で申し上げさせていただいたところであり、設計者のサナーさんも当日出席をされておられ、文化庁の長官もお越しいただいておりましたので、関係者の皆様方と有意義な懇談をすることができました。今一つは4月の9日でございますが、 G7 外相会談ですね、会議のためにご来日をされ、翌日の広島訪問を控えていらっしゃったジャンマルク・エロー外相夫妻主催のですね、夕食会が開催され、テーマがアールブリュットということでございましたので、私はじめ東京松戸屋東京都知事、篠田新潟市長をはじめ関係者が出席させていただいたということでございます。ジャンマルク・エロー氏は元南東市長、そして元フランス国首相であられ、昨年滋賀県にご来県をされ、アルブリッドと関係施設を視察された方でいらっしゃって、ご夫妻ともに大変この分野にご造詣の深い方でもいらっしゃいますので、東京都知事とオリパラに向けたこのアルブリッドの PR ということについても有意義な意見交換をすることができました。なお報道等で私も知りましたけれども、広島での外相会談も大変歴史的な大きな意義のある外相会談になったのではないかなというふうに私自身も評価させていただいておりまして、ぜひ核廃絶、核兵器削減に向けた具体の取り組みを進めていただけるように期待するものでございます。でもう一つはですね、これも手元に資料がございますように、今年もラ・フォルジュルネ2016を開催させていただくこととなりました。今年で7回目、今回で7回目ということでございまして、今年は4月の29、30、5月の1日、3日間開催させていただきます。すっかりゴールデンウィーク、五穀琵琶湖の風物詩になっております。このラ・フォルジュルネ、もともとはフランスの港町ナントで始まったクラシック音楽の祭典でございまして、フォルは熱狂、ジュルネは日、日ですね、というものを指すそうでございまして、熱狂の日という意味になっているということでございます。私自身もそうだったんですけど、
クラシック音楽といいますと、なんとなく敷居が高いとか、時間が長いとか、料金が高いとか、そういうイメージをお持ちで、少しこう自分には縁がないと思われる方もいらっしゃるのかもしれませんが、ここではですね、非常にリーズナブルな料金で、いくつかのコンサートをはしごして、楽しく過ごすことができるということで、ございます。今回のテーマはナチュール、自然と音楽ということでございまして、昨年この構想が発表された折にもですね、ルネ・マルタン氏と非常に琵琶湖に合致した琵琶湖ホールにぴったりの、そういうテーマだなということで、今から私自身も楽しみにしています。湖はもちろん、海や川、森、山、四季、動物というさまざまな切り口でお楽しみいただけるプログラムが用意されているということでございます。今年は、昨年は3万9000人だったんですね。ちょっと日数の関係等で、昨年は少し一昨年に比べて減ってしまったんですが、今年はおよそ4万5000人の来場者を見込んでいるところでございます。この音楽祭は日本では東京、金沢、新潟、そして滋賀4カ所で開催されていますが、今年の滋賀琵琶湖の目玉はですね、およそ400名の大合唱団が大ホールで歌う森の歌、これは4月の29日に、4月の29日15時15分から開催されるこの黄色の一番左側のプログラムでございます。そして、昨年から始まった遊覧船ミシガンを専用運行して実施する湖上コンサート、これも大変好評でございまして、琵琶湖オリジナルとして大切に続けていきたいなというふうに思っています。また本格的なクラシックを楽しめると同時にファミリーで楽しんでいただけるというプログラムも用意されておりますし、恒例になりました大好評の0歳児からのコンサートを1日2回、またニャンバラ先生の音楽アトリエとしてたくさんの趣向を凝らした子どもさん向けのプログラムも用意されております。琵琶湖ホール専属の琵琶湖ホール声楽アンサンブルも活躍してくれます。今年はオペラ制作の強みを生かして、オペラ森は生きているをラフォルジュールの特別バージョンで演奏していただきます。この琵琶湖公演の後は東京国際フォーラムにも出演されるということでございます。そのオペラ森は生きているは、5月1日11時15分から、中ホールで、開催されるのでございます。私もこの仕事をさせていただく前から家族、子どもと楽しんでいる大変楽しいイベントでございますし、すでに私もチケットを買って、参加をさせていただく予定にしておりますので、どうぞ皆様方もお楽しみいただきたい、またお披露目いただければ幸いでございます。私からは以上です。それではただいまからご質問をお受けいたします。まず幹事社さん、よろしくお願いします。すいません、京都新聞の川辺と申します。サイトの夕食会でのラフォルジュルンと、はい、アルブリッドで、一緒に交流していきたいと発言されたということなんですけども、具体的に知事の思いとして、こういうことができそうとかですね、これをこういう交流したいとか、もし具体的なお考えがあればお聞かせください。はい、アルブリッドはですね、市が戦後福祉を作る過程で、伊藤川和夫先生、田村一次先生はじめですね、皆様方がこの子らを世の光にということで進めてこられた。でその教育活動、福祉活動の一環として創作活動というものがございました。八木先生を中心にですね、大変専門的でかつ独創的な創作活動を、ある意味では障害のあるなしに関わらず、障害のある人たちもその可能性を見出すということで、大変精力的に展開をしていただきました。で、作家さんも大変多くいらっしゃいますし、その価値のわかる
る人たちもたくさんいる。その価値を広めようとして努力してくださるママをはじめですね、方々もたくさんいらっしゃるということでございます。でここに来て、東京オリンピック・パラリンピックを控え、さらに文化だけではなくてスポーツで、日本の持っているものを世界に発信という中で、このアールグループというものにも光が当たりですね、より強く当たり、近年世界的にも強化され始めているこのアールグループをこの機に世界に向けて PR しようという機運が高まってきました。で、東京都知事舛添都知事もですね、大変このことにご理解を示され、ぜひこの東京にもそういうものを作っていきたい、また滋賀県だけではないんですけれども、東京都を含む関係自治体とのネットワークを作ってですね、例えば作品の展示をし合うでありますとか、相互に行き来をする、交流をするということをしようという、そういう自治体連合を年度末に立ち上がったということでございますので、まあ、あの滋賀県としては先進的に取り組み、非常に裾野も広い、幅広いこのアルブレットの、まあ、先進県として、この全国的な取り組み、また世界から認められつつある取り組みに中核的に参画をしてまいりたいと考えておりますし、合わせて、まあ、新生美術館を含むそれぞれの拠点でのこの展示会等の充実をさせていきたいなというふうに考えております。先日あの、避難計画を関西連絡会の方々が、まあ、県庁に訪れられて、原発事故時に、まあ、福井県側が避難計画の、あの大体ルートで滋賀県を、まあ、通るルートを追加されたということで、県あの滋賀福井の、避難市民の方の避難ルートが重なってしまって、まあ、大渋滞が起こる可能性もちょっと指摘されましたですけれども、それについて、まあ、県民への説明がなされてないということで、あの県主導でそういう説明なり、まあ、福井県側との、まあ、どういう協議をされたのか、ちょっと説明をしてほしいという要望書をされましたけれども、まあ、それについての、まあ、どう対応されていくのかと、まあ、聞かせてください。少し検討します。はい、5年前の 3.11 の折にも、どこへ、どれだけ避難していただいたらいいのかということについては大変混乱しましたし、多くの方々の苦悩応悩を伴った、まあ今でもそれは続いているんですけども、大変難しい、しかし大事なテーマだと思っています。で、この若狭湾に伊賀の原発に万が一の事態が起こったときに、それぞれの地域の方にどう逃げていただくのか、またある意味ではとどまっていただくのか、私は 3.11 を経験した国民の一人として、そのステイするっていうこと、とどまるということの現実性っていうのが非常に難しいのではないかということも申し上げておりますが、少しどういうことが課題としてあるのかということを、これはこういうご要望も含めてですね、検討しながら、絶えずその一番いいと思われるものを住民の皆様方に発信できるように普段に検討していきたい。説明会を開いてほしいという要望もありましたけど、それについても、まあ、説明会という形がいいのか、少しどういう形で皆様方にお示しをするのがいいのかということも含めて。よろしいですか。はい、それでは皆様方からご質問ございましたら、どうぞ。